今日はまるちゃん製麺の味噌味、寒いんで、ラーメンを行きたいなと思います。雨っぽい感じですよね。今日もね、まるちゃん製麺行きます。できました、まるちゃん製麺の味噌ラーメンですね。ちょっと牛乳入れたんで結構白っぽくなりましたが、野菜も山盛りですかね。これを寒いので行ってみようかなと思います。まるちゃん製麺の味噌ラーメン、久しぶりにまるちゃん製麺行ってみます。じゃあ今日はビアリーで行きます。うまい、うまいっす。じゃあ久々にまるちゃん製麺の味噌ラーメン、野菜マシマシでスープ行きます。うん、うまい。うん、牛乳結構入れたんでコクがあるのと、あとちょっとピリ辛にしました。なのでちょっと辛めです。うん、うまっ。まるちゃん製麺の麺ってうまいっすよね。この生麺感覚が最高っすね。いきます。やっぱり日本のインスタントラーメンの麺はかなりクオリティが高いっすよ。今回は野菜もがっつり入れたんで、あー、味噌ラーメンにがっつり合いますね、これは。うまいっす。寒いからちょうどいいっすね。めちゃくちゃこう麺と野菜が入っててすごい状態ですよ。うまいっす。麺か野菜かわかんないんですけどね。最後に行きます。あー、これはうまい。うん、まあ、天気悪いですね。はあ、今日はかなり梅雨って感じです。今日はね、完全に、なんすか、もう完全なる、梅雨っすね。いや、なんか梅雨は梅雨、なんかもう寝ちゃいました。ビアリー飲むと寝ちゃいますね。中途半端なアルコールが眠気を誘うんですかね。あれ飲むと必ず寝ちゃうんですよね。まだがっつりビールとか飲んだ方が、寝ないんですけど、ビアリーって中途半端なアルコールが入ってるせいか寝ちゃうんですよね。また寝ちゃいましたね。あのキャンドルジュンさんがそろそろ、なんかキャンドルジュンさんはけじめをつけるとか言ってるんですかね、そろそろ。キャンドルジュンさんが二本松の龍泉寺で行われた東日本新選の復興支援の活動に参加し、新選の月命日にキャンドルを灯すイベント、キャンドルイレブンス11回、11年目ってことですかね、を開いて、冒頭プライベートなことで世間をお騒がせして申し訳ございませんと自ら切り出した。で、震災の鎮魂イベントの会場では不倫騒動に言及する異例中の異例の展開、その後はイベントの趣旨などに話を戻したが、挨拶の最後1分に淳氏は再び報道に触れた。自分自身の家族は今大変なことになってます。しっかりとこの後けじめをつけます。皆さんお楽しみに。だそうです。表情こそ穏やかだったが、語気は強くなった。声量もイベントの趣旨説明の時、ボリュームが2段階ほど上がっていた。だそうです。まあ前もタケル君との話があった時があって、その時もキャンドル・ジュンさん。まあその時だからキャンドル・ジュンさんとはちょっと違うものがあるみたいなんですよね。キャンドル・ジュンさんの寛大さ、寛容さがものすごい。だからやっぱキャンドル・ジュンさんの男としての、評価が上がってるって話も結構あって、一方のキャンドル・ジュンさんはほとんど表に出ないので、その素顔はあまり知られていませんってことですね。で、妻の不倫が報じられた翌日にも SNS で全ての人の心に灯火をと意味深な投稿をしたキャンドル・ジュンさん。ネットでは今田広末涼子の紐は夫扱いされているけど、ジュンさんのキャンドルの集客力は相当なもの、世界で通用するアーティストらの間違いないといった声がある。広末さんの不倫報道でキャンドル・ジュンさんへ同情の声が広がっている。2014年に俳優の佐藤健の自宅マンションに9時間滞在していたと報じられた際も、ジュンさんと冷え込んだ夫婦仲がささやかれた。キャンドル・ジュンは21年の YouTube インタビューで、子供たちのお弁当から始まり、掃除から洗濯からずっと働きながらも仕事行ってくるよみたいなと広瀬をねぎらうコメントをしていたと。様々な
震災地の復興支援事業の熱心なキャンドル・ジュン氏、広瀬さんにこうした活動を自由にさせてもらっていることに感謝の言葉を述べているが、佐藤健との不倫疑惑も鳥羽シェフとのホテル密会も巡視不在の折の出来事だったと。佐藤健君の時と今回の違いがあるんですよね。まず大きい違いが、キャンドル・ジュンさんは、佐藤健君とそういう噂があった10年前はこうやって、奥さんが広末さんが一生懸命子供の世話をしてたとか言うし、あと広末さんの両親ですかね、それが子供の世話をしたり、ちっちゃい子供の世話をしてくれたり、だから広末さんはそのお子さんを預けて、親戚とかその親に預けて遊びに行ってたと。まあそれぐらいの自由度があるのは今も変わんないんですが、今回との大きな違いはここですね。淳さんが言ってるイベント中に長男がもう19歳なんですよ、一番上がね。月命日お疲れ様とねぎらいのメッセージが届いたことも明かしたと。彼は今小さい子供たちの面倒を見ていて大変なのに、福島の人たちに対して気遣いができるかっこいい長男になってくれましたと。で、淳氏の告白は止まる。で、長女は7歳なんですよね。まあ、ちっちゃくはないんですよね、結局ね、今はね。まあまあの、まあまあ大きいんですよ。で、その世話は今長男が担っているという広瀬家の内情までも公にしたと。いつかまた自分が家族を連れて福島に来て、皆さんと一緒に福島のご飯を笑顔で食べたいなと思っていますので、最後に自分の家族をよろしくお願いするというのも変ですけどと、淳さんは締めの挨拶を自ら明かした。家族の現状と話を整理するかのように5秒余り沈黙。5秒ってのがね、5秒ってのが広末さんのなんか暗示してるんですかね。マジで恋する5秒前みたいなね。5秒余り沈黙したらしいですよ。で、ありがとうございましたと、キャンドル・ジュンでしたと結んだと。イベント後にジュンさんはごめんなさい、ノーコメントでお願いしますと言って会場を終わってにしたと、スポニチに出していると。これだからちょっと違うんですよ。結局その10年前と違うのは、子供が世話をしてるんですよ。子供のあの頃は、まあ、広末さんも一生懸命頑張ってたと、子育て。で、広末さんの両親とか広末さんの親戚が、ジュンさんがいろいろ飛び回ってる間に子育てをやっててくれたと。しかし、時は経って、もう10年も経って、子供も、長男も大きくなって、子供が自ら弟たちの世話をしてるって状態なんですよね。だから、広末さんがちょっと孤立してるんじゃないのっていうところが、ちょっとここ、見え隠れするんですよね。まあ、なんかそんな感じなのかなと。いうふうに僕は感じましたけどね。まあそういう面でけじめをつけますっていうのはなんか意味深だなっていう感じですかね。やっぱり離婚ってことなのかなと思ったりしますけど。